くのがちょっと怖いけど気になる。都道府県幸福度ランキングワースト10。ふむふむ、そうなの？嘘でしょ？信じられないわ。なになに、どうしたんだ霊夢？あらやだ、マリサ。恥ずかしいところを見られちゃったわ。ちょっと雑誌の記事を読んでたのよ。どんな記事だ？2024年の47都道府県幸福度ランキングよ。何それ、面白そう。これは各都道府県の住民に対して行った調査で、ブランド総合研究所というところがネットでアンケートを取ったのよ。へえ、面白いことするなぁ。各都道府県の住民に対して、あなたは幸せですかという問いをして、とても幸せ、少し幸せ、どちらでもない、あまり幸せではない、全く幸せではないの5段階の選択肢からどれか一つを選んでもらったのよ。回答する人を都道府県ごとに分けてアンケートを取ったってことか。全国各都道府県の人から聞かないといけないから大変なんだろうな。そして、そのアンケートを点数化したものが、都道府県幸福度ランキングよ。これで、どの都道府県の幸福度が高いかわかるってことだな。そうよ。すごいランキングでしょう。いや、待てよ。ということは、幸福度がワーストの都道府県もわかるってことじゃないか？さすがひねくれ者のマリサ。目の付けどころが違うわね。そうかな。褒められちゃったんだぜ。全く褒めてないわよ。なぜだろう。ベストよりもワーストの方が気になるんだよな。まあ、その気持ち、わからなくもないわ。それじゃあ今回は、都道府県幸福度ワーストランキングを紹介するわ。それ、聞いちゃっていいのかな。ゾクゾクするんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。チリ不思議発見。それじゃ、10位から発表するわね。本当に発表しちゃうんだな。何よ、今さら。いや、よろしく頼むぜ。幸福度ランキングワースト10位は、岩手県。じゅじゅじゅ。久しぶりに聞いたわね、それ。でも確かに、岩手県はいいところだから、ワーストでランクインするのはびっくりよね。そうなんだぜ。一体何が原因なんだ？やっぱり、雪がたくさん降るからか？それもあるけど、なんといっても人口の減少があるわね。岩手県の人口は、昭和36年に1449324人と第一のピークを迎えて、以後は増えたり減ったりを繰り返して、平成に入っても140万人台を維持してたのよ。それじゃあ、結構ピークが長かったんだな。ということは、この後減少していったってことか？そうよ。平成16年に140万人、平成25年には130万人、令和3年には120万人を下回ったのよ。ここ20年くらいの減り方が激しいんだぜ。世帯数は増加傾向にあったんだけどね。1世帯あたりの人数は減ってきてるわ。岩手県では、18歳の進学や22歳前後の就職で、県外に流出する傾向があるわ。県内より県外の方が、魅力的な進学先や就職先があると思って、県外に出るのかもしれないな。あとは、出生率の減少もあるわね。若い女性が減ってることが大きく影響してるわ。なるほどな。ところで、人口が減ると何が困るんだ？例えば、みんなの年齢が上がっていって、医療、福祉、介護の需要が増えていくのに、これらを担う人材が流出してしまうのよ。医者とか介護士が減っちゃうのはみんな困るぜ。あとは、行政のサービスが受けられなくなるわ。当たり前のように受けてたサービスがなくなるのも困るぜ。公共交通機関も今まで通り運営できなくなっちゃうっていうのもあるわね。電車の本数が減ったら不便になるんだぜ。こうやって、日常生活でいろいろと不便を感じるのよ。でも、岩手県も黙ってこの状況を見ているだけじゃないのよ。お、そうなのか？人口が減っている原因を克服するために、仕事、子育て、地域の魅力向上を3つの柱に掲げて動いているのよ。それを聞いて安心したぜ。震災から復興して頑張っている岩手県、応援してるんだぜ。さあ、次は第9位よ。幸福度ワースト9位は、富山県。富山県か。海の幸が美味しいイメージがあるんだけどな。富山県でも岩手県のように、若い人、特に女性の県外への流出が問題になっているわ。あと富山県は、女性の管理職率や男性の家事時間が全国平均より低いのよ。へえ、そうなんだ。男性の家事や子育てへの関わりを増やすなど、女性を取り巻く環境を改善する必要があるわね。他の県と比べると、男性が外で仕事して女性が家を守るってイメージがまだ強いのかな。やっぱりお互いに協力できた方が、幸福度は高まりそうだよな。大人なこと言うじゃないの、マリサ。そうか？照れるんだぜ。そして、富山県の悪天候の日の多さは、全国でも1、2位を争うほどなのよ。石川県や福井県も悪天候の日が多くて、日本海沿岸では、降雪日が多いことが悪天候の多さに影響しているわね。やっぱり、天気が悪いと気持ちもどんよりしがちだよな。
でも、晴れた日の景色は絶景よ。雪の積もった立山連峰が遠くに見えるのは、富山県ならではね。ます寿司をテイクアウトして、立山連峰を見ながら食べたいんだぜ。次、ワースト8位は、東京都よ。まあ、東京都は入ってるかなとは思ってたぜ。あら、そうなの？マリサはどうして東京都がランクインしたと思う？やっぱり、物価が高いことだよな。そうね。東京都のワンルームの家賃相場を見ても、明らかに高いわね。23区内だと、10万円を超える雲ざらにあるわ。いやー、ワンルームで10万超えは高いんだぜ。手取りの半分くらい家賃で持ってかれそうだな。23区外の市や町だと、4、5万円台のところもあるけどね。あとは、通勤のストレスもありそうだな。そうよね。これは東京都の周りの県にも言えることだけど、毎日混雑した電車で通勤するのはストレスになるわよね。リモートワークしてる人も多いけど、まだまだ通勤してる人の方が多いからな。国土交通省が発表した2023年度混雑率調査というのがあって、これは東京、大阪、名古屋の3大都市の路線で調査してるの。そんな調査があるんだな。それで、東京の路線はどうだったんだ？トップ3を東京の路線が独占したわ。3位が埼京線、2位が東京メトロ日比谷線。そして、第1位が日暮里舎人ライナーよ。さすが東京、圧倒的なんだぜ。幸福度を下げているのは、混雑した電車だけじゃないわ。東京は人口密度が高いから、生活におけるストレスも高くなるわね。住んでる場所もそうだけど、出かける場所も人が多いって感じるんだぜ。人口を面積で割った、都道府県別の人口密度ランキングだと、圧倒的に東京都が1位よ。やっぱりそうなんだな。あと、都市部の生活は競争が激しくて、それもストレスが多くなる原因ね。確かにそうかもな。競争が激しいと聞いて、受験とかタワマンが思い浮かんだんだぜ。自分の幸せを見るんじゃなくて、他人の幸せと比べて自分が幸か不幸かを判断しちゃうのよね。私も、つい他人と比べがちなんだよな。気をつけたいんだぜ。最後に、首都である東京都に期待をしすぎて、現実とのギャップが幸福度の低下につながってることも考えられるわ。そうだな。みんないろんな期待を持って上京するけど、思い通りにならないから幸せを感じられないってこともあるよな。東京都だからこその問題ね。どんどん行くわよ。次はワースト7位。静岡県よ。静岡県か、自然が豊かで、歴史もあっていいところだと思うんだけどな。そうね。静岡県は観光スポットが豊富よね。でも、市街地では人口の低密度化が進んでいて、中心市街地の衰退や財政の圧迫などを引き起こしてるのよ。そうなのか。それは問題なんだぜ。それによって、生活が不便になり、快適に暮らせなくなってきているのよ。そっか。人口が減ると、財政にも影響が出てくるのか。あと、郊外では自動車を利用する人が多くて、公共交通が衰退する恐れがあるわ。公共交通って、電車とかバスとかのことだな。これで困るのは、車が運転できなくなる高齢者の方よ。電車やバスが減ってくると、ますます車なしでは生活できなくなってくるんだぜ。生活が不便になる話をしてきたけど、何よりも静岡県には、幸福度ワーストランキングに影響するある特徴があるのよ。なんだ？富士山ラブなところか？そういうことじゃないわよ。さすがに違うとは思ったんだぜ。静岡県は日本の縮図と言われるほど、平均的な特性を持っているのよ。他の県と比較してこれといった長所が少なくて、相対的に幸福度が低く評価される可能性があるのよね。都道府県に限ったことじゃないけど、長所がないのはいい評価を受けにくいのかもな。でもよく言えば、バランスがいいってことでもあるわよね。2024年の5月に静岡県知事が変わって、新しく就任した鈴木康智県知事は、オール静岡で幸福度日本一の静岡県を目指すとコメントしたそうよ。知事が変わったことで、静岡が変わるのかな。これからの静岡県が楽しみなんだぜ。続いてワースト6位は、愛知県よ。愛知県か、名古屋もあって都会だから結構良さそうなんだけどな。そうね。栄えてるイメージの強い愛知県だけど、幸福度を下げている原因として、大気汚染の問題があるわ。愛知県には、中京工業地帯という工業地帯があるのよ。はっきり覚えてないけど、社会の授業で聞いたことあるな。トヨタなどがあって、自動車生産が盛んなの。生産額が日本一の工業地帯よ。それだけすごい地域だと、確かに大気汚染も不安だよな。環境の悪化は、生活にも大きく関わってくるのよ。住民の健康への悪影響とか、生活環境の質の低下とか、自然環境や生態系への悪影響とかね。そうだよな。できることなら空気がきれいなところに住みたいよな。あと、愛知県は自動車への依存度が高いわ。これが環境問題の原因になるだけじゃなくて、渋滞で日常生活のストレスにもなっちゃうのよ。確かに渋滞はストレスなんだぜ。
まあ、車は運転しないけど。名古屋も大都市だから、渋滞も起きやすいのよ。愛知県の人って、そんなに自動車に乗るのか？都会だけど、自動車に乗る人はすごく多いわ。東京都や大阪府と比べて、愛知県の自家用車の所有率は倍以上なのよ。そんなに差があるのか。そりゃあ、愛知県で渋滞が起きるのもわかるな。渋滞が緩和されるだけでも過ごしやすさが大きく変わるから、ぜひ改善してほしいわよね。お次はワースト5位。千葉県よ。千葉県も入ってるのか。流山とか柏とか、最近人気の街が多いイメージがあるんだけどな。確かにそうよね。東京にも近くて便利なのにね。でも、千葉県に住んでる人もいろいろ大変なのよ。そうなのか？千葉県では南北格差が広がっているの。人口の4分の3が県全体の 30% の面積に偏って、残りの約 70% の面積には、人口の4分の1しかいないのよ。そんなに北部に集中してるのか、知らなかったんだぜ。確かに、商業施設も県の北部にばっかりあるイメージだよな。他にも千葉県民を悩ませる課題があるわ。まずは通勤時間の長さよ。え？東京が隣にあるのに、通勤に時間がかかるのか？そうよ。千葉県内やその周辺の交通は充実しているけど、それでも通勤時間が長いと感じている住民は多いわね。確かに、都内に通勤する人は、機械用で意外と時間がかかるんだよな。長時間の通勤は、ストレスにつながったり、幸福度に影響を与えたりする可能性があるのよ。あと、千葉県では災害対策に不安を感じている人が多いわ。特に、地震に対しての不安は大きいみたい。千葉県って、地震を心配しているイメージがそんなにないんだけどな。実は、千葉県は首都直下地震のリスクが高い地域とされているわ。首都直下地震って、最近よく聞くけどなんだっけ？首都圏の直下で発生する、マグニチュード7クラスの大地震のことよ。首都圏には国の政治や行政、金融、経済などの中枢機能が集まっているから、甚大な被害がもたらされる可能性があるの。絶対に起こってほしくないんだぜ。でも、首都直下地震なら、東京都、神奈川県、埼玉県もリスク高いよな。そうね。でも千葉県では地震そのものの他に、津波や液状化が心配されているの。東日本大震災では津波や地盤の液状化が発生して、これが今でも住民の不安を大きくさせているのよ。言われてみれば、千葉県の液状化は覚えてるんだぜ。住宅が傾いたり、道路が壊れたりしたわよね。浦安市では、市内の面積の8割以上で液状化が発生したわ。大きな地震で、今度また液状化が起きたらと思うと恐ろしいな。そして、原発の影響もあるわ。千葉県って原発のイメージがないけど、何か影響があるのか？福島第一原発事故の放射性物質における影響についても不安が残っていて、放射線量の監視や除染の継続が重要視されているわ。福島第一原発の事故って、千葉県にも影響があったんだな。昨年、福島第一原発に溜まる処理水の放出が決まってから、銚子港では水揚げしたものの卸価格が、3割ほど安くなってしまったそうよ。それはひどいな。影響があるわけでもないのに、せっかく釣ってきた魚が安くなったら、やる気も起きなくなるんだぜ。千葉県は原発事故の保証期間が他の県に比べて短いそうよ。風評被害への対応については、他の県と同じように扱ってほしいわね。いよいよ、てっぺんが見えてきたわね。このランキングのてっぺんにはなりたくないんだぜ。今度はどこだ？ワースト4位は、宮城県よ。岩手県に続いて、またもや東北地方からランクインしてしまった。宮城県には、牛タンにフカヒレ、ずんだ餅もあるじゃないか。食べ物ばっかりね、マリサは。でも確かに、宮城県は食材王国宮城を掲げてるのよね。なんで宮城県がランクインしたんだ？震災の影響や、都市部と地方部の格差が原因よ。まず、震災の影響についてね。宮城県は、東日本大震災で大きな被害を受けたんだよな。そうね。その影響は今も残っていて、宮城県沿岸部の人口減少が止まらないのよ。そうだよな。沿岸部の被害は大きかったんだぜ。でも、復興は進んでるんじゃないのか？進んではいるけど、高齢化も進んでいるのよ。あと、若者が就職をしようとしても、求人がないという現実にぶつかるそうよ。そしたら、若者はどんどん地元を離れていっちゃうよな。そこが深刻なのよ。宮城県の人口は、2010年から2022年までの間に 3% 減っているのよ。全国平均の 1% と比べると、かなり多いわよね。やっぱり震災の影響が大きいんだな。さらに、沿岸部の女川町では、40% 減少しているわ。半分近く減ってしまったのか。今、復興は次のステージに入っていると言われているの。今後は、新しい世代の人たちが住み続けたいと思うような魅力とともに、仕事をできる街にすることが求められるわ。もう元に戻すだけじゃ足りないんだな。
そして、宮城県には地域格差の問題があるわ。宮城県で一番人口の多い都市はどこだかわかる？それは知ってるんだぜ。仙台市だろ？そう。仙台市は東北地方で唯一の政令指定都市で、人口は約109万人よ。そして、2番目に多いのが石巻市で約13万人、3番目は大崎市の約12万人よ。一桁違ってるぞ、トップとの差がえげつないんだぜ。この地図は、宮城県の過疎地域を表していて、全部過疎の市町村には緑色、一部過疎になっている市町村にはピンクの色がついてるわ。色がついてる市町村が多いのにびっくりだぜ。さっきは沿岸部の地域の話をしたけど、沿岸部だけじゃなく、宮城県のかなりの地域で過疎化が起きてるのよ。このままだとかなりまずいよな。だから、復興支援や防災対策もそうだけど、過疎の対策や産業にも力を入れることで格差をなくしていく必要があるわね。さっきの静岡県のように、オール宮城で取り組んでいってほしいんだぜ。なあなあ、霊夢。なあに、マリサ。ちょっと気になることがあるんだけど、幸福度の高い都道府県ってどこなんだ？うっふ。そろそろ気になる頃だろうと思ったわよ。それじゃ、ワースト3に入る前に、幸福度の高い都道府県2つを紹介するわよ。やったー、よろしく頼むぜ。幸福度ランキング第2位は、大分県よ。大分県かー、いいよなー。湯布院とか行ってみたいんだぜ。観光で行く大分県もいいけど、生活がしやすい県でもあるのよ。大分県は生活のしやすさが高く評価されているわ。知らなかったな。そうなんだ。物価が安いことが生活のしやすさにつながっていて、特に若者の多くが幸せと感じているそうよ。ほんと、物価が安いのは助かるんだぜ。あとは、健康寿命の向上に力を入れているわ。大分県は健康寿命日本一を目指していて、健康的な生活を送るための取り組みを官民一体で推進しているのよ。へえ、どんなことをしてるんだ？例えば、健康アプリの活用や健康的な食事の普及などがあるわ。うま塩プロジェクトっていうのがあって、うまみ成分をうまく使った美味しい減塩レシピの普及を行っているわ。それはいいな。自分で減塩レシピなんてなかなか考えられないからな。うま塩メニューを提供する店舗の登録と紹介を行うことで、外食でも健康的な食事を選ぶことができるのよ。本当にみんなで一体となって取り組んでるんだな。そして、大分県民は地域に対する愛着もあるのよ。地域版 SDGs 調査では、大分県の住民が地域に対する愛着や定住意欲が高いそうよ。だから、持続的な発展が見込まれる地域として評価されているのよ。いいなぁ、大分県。腰を据えて住み続けられそうなんだぜ。そして、幸福度ランキング第1位は、沖縄県よ。沖縄県か。それは納得なんだぜ。みんな自由に暮らしてて楽しそうだよな。やっぱり、沖縄のナンクルナイサーっていう楽観的な精神が、幸福感を高めているわね。これは他の南国の島々にも見られる特徴で、日々の生活でのストレスを軽減する役割があるのよ。やっぱりそうなんだな。私も楽観的になりたいんだぜ。マリサはもう十分楽観的じゃないの。褒め言葉として受け取るんだぜ。あとは、人間関係の良さもあるわね。沖縄は、信頼できる人間関係のネットワークが、幸福度に大きく影響してると言われているわ。確かに沖縄県民の人間関係って、ギスギスしてるとか、他人に無関心とかってことがなさそうだよな。あとは、美しい自然と暖かい気候も幸福度につながっているわね。晴れた日が多くて暖かい気候だと、気持ちも明るくなるんだぜ。さて、ワーストランキングに戻るわよ。いよいよワースト3だな。気になりすぎて、最後まで見届けたいんだぜ。ワースト第3位は、新潟県よ。なに？ハッピーターンの亀田製菓は新潟県だろ。それでも幸せが足りないのか？よく知ってるわね、マリサ。新潟県がランクインした理由はいくつか理由があるけど、まずは雪よね。そうだよな。新潟県は雪がすごいイメージがあるんだぜ。新潟県は雪が多いから、大雪による交通障害の恐れがあるわ。大雪による視界不良や路面凍結が原因で、交通事故や車両の立ち往生が発生するのよ。特に通学路では歩道が狭くなるから、交通事故の危険が増すの。そういえば、新潟県で大雪での立ち往生があったよな。そうね。2022年に長岡市や柏崎市で、大規模な立ち往生があったわ。車が全く動かない中、ガソリンや食料がなくなる恐怖と戦いながら、動けるようになるのを待っていたのよ。1、2時間ならなんとか耐えられるかな。そんなんじゃないわよ。一日中よ。そうなのか、恐ろしいんだぜ。でもそんな中で、近所の人たちが回路や食料などを配ってくれるなんて、素晴らしいこともあったそうよ。そうか。新潟県の人たち、優しいんだな。あとは、除雪もすごく大変なのよ。家の屋根の除雪は転落の危険があって大変だけど、広い駐車場の除雪もお金がかかって大変なのよ。
雪のすごい地域ならではの苦しさだな。あと、新潟県は年間の晴天日数が、秋田県に続いて2番目に少ないの。そうなのか、天気が悪いと、気持ちも落ち込みがちになるよな。天候以外の欠点もあるわね。新潟県は企業の数が多くないから、希望の職種に就きたい場合は雇用が少ないの。あと、新潟県の企業の給料が安いのよ。なるほど。東京と比べて物価が安いのはいいけど、やっぱり給料が安いと幸せを感じにくくなっちゃうよな。このランキングもあと少しね。ワースト2位は、大阪府よ。なんでやねん。ごめん、ただ言いたかっただけなんだぜ。まあ、言いたくなる気持ちはわからなくもないわ。マリサも知っての通り、大阪は都会よ。地元から大阪に憧れて出てくる若者も多いわね。そうだよな。働く場所も学校もたくさんありそうだぞ。でも東京と比べると、どうしても劣るところが出てくるの。え、そうかな。例えば？東京に比べて最先端の情報が入るのが遅いっていうのがあるわね。これは流行の情報もそうだけど、仕事に関わる情報にも言えることね。確かに、やっぱり東京の方が情報が集まりやすくなるよな。あと、大阪は治安が悪い地域があって、全国的に見ると犯罪の発生率が高いのよ。そして大阪には、東京にはないノリと笑いの文化があるわ。そこが悩みの種な気がするんだぜ。日常のコミュニケーションの中でも、一見相手を見下してるように感じるやりとりが、笑いとして成立する場面もあるわ。どこまでがいじりで、どこまでが悪口なのかわからなくなるんだぜ。東京や他の地方から引っ越してきた人の中には、そうした大阪特有の文化に馴染めない人もいるそうよ。まあ、いじりで笑いを取る文化は大阪に限ったことじゃないけどな。そして、仕事の人間関係も、義理、人情っていう文化が残っていて、濃密な人間関係を求められるケースも少なくないわ。何か誘いを断ったら、付き合いが悪いとか言われそうで怖いんだぜ。もちろん、みんながみんなそうってわけじゃないからね。それに、大阪の人たちは人情味があることでも知られてるわ。優しい人も多いのよ。そやな。マリサのせいで、大阪府が変な終わり方になっちゃったわ。まあまあ、次はいよいよワースト1位だろ。そうよ。それじゃ、発表するわよ。ワースト1位は、デケデケデン。神奈川県よ。なんで？理由はいくつかあるわよ。まず、意外と生活にコストがかかる点ね。神奈川県は東京に次いで家賃が高いのよ。特に都心へのアクセスがいい地域では家賃が高くなるわ。いくらぐらいなんだ？横浜市や川崎市だと、ワンルームで7万円以上するわ。ワンルームで？そりゃ高いんだぜ。そして、電車が混雑することが多くて、通勤、帰宅ラッシュが激しいわね。家賃が高い上に電車が混んでるなんて、嫌になってくるぜ。それなら東京に住んだ方がいいって人も出てくるだろうな。あと、道路の渋滞が多いことも要因の一つね。県の東部は渋滞ポイントも多いのよ。休日は人気のショッピング施設などに車で行く人も多いから、施設周辺の道路では渋滞が頻繁に発生するのよ。休日くらいのんびり買い物したいのに、渋滞にはまってたら心が休まらないんだぜ。あ、横浜なだけに、やめろー、おほん。施設に駐車場があるとはいえ、当然収容できる車両の数が決まってるから、駐車場に車を止める列で渋滞になることがよくあるわ。みんな考えることは同じで、休日に買い物に行きたいんだな。あとは、坂道も多いのよ。坂道ってことは、行きか帰りが上り坂になるってことだよな。自転車だったら苦用なんだぜ。それにしても、なんで神奈川県って坂道が多いんだ？それは地形的な理由があるわね。神奈川県は東部が丘陵地帯で、西部が山地に囲まれているから、地形が起伏に富んでるのよ。そうなんだ。平野だとばかり思ってたんだぜ。特に、箱根や丹沢山地などの高い山があって、これが県内の坂道や急勾配を生み出しているの。そうか、箱根も神奈川県か。確かに、箱根駅伝は山道を走るもんな。あと、人口密度の高い横浜市などの都市部だと、限られた土地を有効に活用するために、坂道を含む複雑な地形が利用されているわ。そうか、平地が限られてるのか。あとは、治安の問題もあるわ。神奈川県は犯罪数が全国5位だそうよ。特に横浜市や川崎市などの都市部で犯罪の発生率が高いわね。繁華街や歓楽街が多くて、トラブルが発生しやすいそうよ。犯罪発生率と幸福度は大きく関係してるな。というわけで、都道府県幸福度ワーストランキングを紹介してきたけど、どうだったかしら？意外な都道府県がランクインしてて驚きだったんだぜ。でも、幸福度は人によって違うわ。都会に住むのが幸せと感じる人もいれば、自然の多いところに住むのが幸せという人もいるわ。同じ都道府県であっても、幸せな人とそうでない人がいるものよ。そうだな。あくまでも傾向として楽しませてもらったんだぜ。みんな違って、みんないいのよ。
それがわかってるマリサには、この動画を紹介するわ。何？貧乏な都道府県ランキングベスト10。貧乏とは言っても、実際はお金がなくても幸せだったりするものよ。そんな温かい視点で見てほしいわね。わかったんだぜ。今回紹介した都道府県で、いや、うちの県はこんないいところがあるぞ、というのがあったらコメント欄で教えてね。うちの県も幸福度低いよ、っていうコメントも待ってるぜ。そんな自虐的なコメント来るかしら。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次の地理不思議でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、いいねもよろしく。またね、地理不思議。